にちは。こんにちは。リベンジです。さあ、リベンジ、リベンジです。何のリベンジかというと、これですね。バルーン飴、飴かな。はい、あの以前やって全然ちっとも膨らまなかった。変なものはできたんですけどね。そうなんですよね。飲みたやつできたけど、できなかったんで、はい、材料というかラップを、いろんな種類を買ってきて試してみようかなと。前回も俺はラップの素材を疑ってたんやけど、違う、ここで、ここでどうしたの、このとこで。前回使ったのが、まあ、この2種類、はいはいはい、サランラップ、クレラップ、あの2大巨頭ですね。便利で使いやすい2大巨頭なんですけど、この素材がポリ塩化ビニリデンで、こっちも一緒なんですよね。どっちもポリ塩化ビニリデンってやつで、はい、でそれじゃあできないですよっていうコメントもあったんで、あ、やっぱりラップでしょうと。で、今回買ってきた一つが、この無添加ラップはポリエチレン、はい、正直これ期待してません。ポリエチレン、はい、できないかと思います。で、もう一つは、ポリエチレンプラスポリプロプテン、ポリプロピレン、もう下からそうな PP ですね、 PP で、私はこれでいけるんじゃないかと思ってるのが、塩化ビニル樹脂。これは塩化ビニル樹脂ってやつでできてます。樹脂、そうそうそう。でね、これ130度耐熱が150度、130度とかなってるんで、まあ130度ぐらいでギリギリいこうかなって。あ、はい、これよう見たら、でもポリエチレンのやつは110度しかないですね。なんだ、まあ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 、まずじゃあこっち側、はいはいはい、そうね、こっち側の失敗しそうなやつでやってみようかな。はい。で、このなんか器も買ってきたんですね。そうそうそう、あ、そう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 、この間ね、いろいろ探してなかなかなかったやつ、これです。おやつ、ケーキの型で、これでグッと押せるように、はい、グッと押せるように、こうできました。いろいろ 100g のグラニュー糖を 100g に、水が 20cc、はい、と、じゃあポリエチレンのみのやつでいってみましょうか。はい、これは110度しかないので、だいぶあの温度を下げてからやりましょうかね。はい、じゃあ、飴作りお願いします。はい、なんかちょっとグツグツなってきたら、もう火を消すみたいなコメントがあったような。そう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 、いや、いろいろ探しまったよ。やっぱなんだろう、この2大巨頭がどこでも売ってるし、はい、ね、使いやすいからね。ほら、こういう、もうメカさんが悪いんじゃないですよ、これ。こういう素材なんでしょうね、ちょっと切りにくいですもんね、やっぱり強い、強いのかな。まあね、切れやすいのはやっぱ断然この2つ。普段ラップの種類なんか気にしないですもんね。そうなの？俺めちゃくちゃ気にして買うけどな。まあ買ったこともないんですけど。こんな種類があったのかと。で、前の感じだとずっとこれでいけますよね。そうそうそう、なくなるまで温め直して、うんうんうん、何回やったことがある？あれ確か14回ぐらいやったの。マジで？多分編集してて数えたんですけど、14回か15回やってましたね。だいぶカットしました。あ、そうね、カットされてみんなが見てるのは数回かもしれないけど、数回なんですけど、何回も何回もこうやって昼休憩も挟み、消します。ちょっと待って、まだ、はい、ほい、はい、はい、で、ゴータくんに見せてあげると、この状態ではまだ熱すぎてシュッと下に落ちていっちゃうんですよ、はいはい、溶けちゃうんで、これをちょうどいい、この落ちない具合になった頃にこっちの本番に持っていきます。あ、で最初のやつは110度でしたっけ。うん、だいぶ冷やさない、ね、だいぶ冷やさないって感じ、ね、じゃあちょっとこれでいくよ。ちょっと、いや、まだいける。あー、でも、あ、今、あー、出た。ちょっと弱すぎる。出たね。温度が高すぎるというよりも、こいつの耐久性がね、全然ダメそうね。はい。次は、この先ほどのポリエチレンに、ポリプロピレンを混ぜたやつですかね。耐えてる。耐えてる。
耐えてます。耐えてる、よしだやね。よしよし、もういいんじゃない？では、はいはいはい。で、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 はいはい、もうね、はい、いきます。おお、あー、一瞬、一瞬なったね。お、でも可能性が、うん、可能性がありそうな気がしたけど、今それぐらいでいけるかもしれないね。よし、行きます。行け。あー、あー、別に抜けた。うわー、惜しい。来い。お、あー、惜しい。面影は見えたっす。はい、じゃあ私の本命の本命樹脂、塩化ビニール樹脂です。これで最後だ。おお、おお、いけ。ああ、でも、いや、もうちょっとこれを、冷やしたらいいんじゃないかな。冷やすか、うん、それかこれの量を多くするか。ああね、もっとね。でも今のが一番やっぱ粘りで、粘ってましたね。うん、いくぜ。そこでプリだ、プリだよ。でも、でもこのまま固まればバルーンになる。あ、あ、なんかいた。ダメ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 。どう、どう穴が開いた。あ、でも逆バルーン、このまま固いたらバルーンになるんじゃないですか、これ。ちっちゃいのをい、あ、来た。でも今の感じだとずっと押さえとかんといかんですけどね、あの状態で。あんな一瞬で、もしかしたら早送り説。俺もそうちょっと思った。早送り説出てきました。俺ら映像に騙されてただけじゃない。あそこだけむっちゃゆっくりやってるかもしれないですね。そう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 、ぷくって。うわ、だってあれで止まるって変だもんね、考えたら。で、すぐ剥がしてたんで、うん、絶対冷ますところは、早送りにはされてるんですよね。ってことは、あの膨らむ瞬間も本当は、その説がずっと押さえてるとか、その説が出てきましたね。もう映像では、その見た映像では、ゆーっこってもキュッて止まるもんね。で、もうすぐ外して、うん、バルーンが完成みたいな。あー、今ちょっと熱すぎたか。ラップ2枚とかダメなんですか。あれ、2枚重ねは、そうや、ラップ2枚とかどうかな。いいっすね、それ、うん、小玉さんナイスやろ。もう取ったもんね、そう、天才的発想、ね、やろ。あー、やっぱすごいですね、小玉さん考えたことあるもんね。ダブルラップですね、ダブルラップ。ほい、よし。あはい、はい、おりゃ、お、わあ、でももう一個がある。そうだ、もう一個がある。いけ、すごい。これ、コウタくんの案が、絶対あんなすぐにはできん。でも、コウタくんのはマジで助かったナイスやん。あかん、1枚が破れたけど。これで放置ですか。そうね、俺はちょっときついけど、これ一回話してみようかな。やり方はもう多分合ってるんで、うんうん、いくよ。おー、あれ来たよ。まあまあなのはできた、これね。下まで球はいってないけど、はい、半分、うん、半球にはなっとる。もう固まってないですか。おえー、いや、すげーすごいできたよ。鮮やかな、鮮やかでもないか。ということは、いくぜ、来い。1枚目破れても2枚目が、うわー、はーい、セキュッ。ゆっくり。え、でも割れてないっす。おー、うわー、いっ、うわー、惜しい。めっちゃ惜しかった。悔しいの、めちゃくちゃ悔しい。どこまでいけるかっていうので、止め際がわからんかったけど、なんかだいぶいい感じだったね。結構いきましたね。
もう一枚復活、敗者復活。あー、熱いダメやった。指だけ気をつけてください。確かに。うわっ、あ、流れてきた。あ、でも、あー、なんだこりゃー、スプラムシみたいや。スプラタン限界、限界まで。うわっ、あー、まだやった。いや、2枚にしましょう。あ、2枚同時。ここで止める。いきます。下のやつ持ってくれよ。来た来た。そこで止める。あ、止めればよかった。これより背は高かったですね。さあ、耐久と柔軟性でいけ。おわあ、神秘的な。で、これ馴染むのを待って止めてね、コウタくん。はい。お、1枚割れた。あ、ちょっと、あー、でも背が伸びん。止めときますか。止めとく、止めとく。あー、でも綺麗では。これが限界か。でも、あー、あれよりは綺麗や。よしよしよっしゃ、うん、もう硬い。尻尾が切れる。こりゃめちゃくちゃおしゃれじゃない、これ。硬っ。こいつに彩りを与えるためにちょっと買ってきてるんですよ。おー、おえひー。これ中になんか誰かの顔切り取った写真とか、ね、あー、いいね。何なのか分からんなって。なな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 、食べ物だ。何でもこう入れちゃえばいいかなと思ったけど。入れすぎよね。ちょっとだけでやっとけばもうちょっと良かったのかもしれない。これも使いますね。そうね、それも横に置いて。コラボレーション、はいはいはい。こういうのですよ、私が作りたかったのは。バルーン飴です。その周りも作ったかのように思わせて。いや、できたんじゃないですかね。もう一回あの動画を見直したら、もしかしたらそのあの人が作ってるのもこんぐらいかもしれない。成功です。はいはい。ということで今回食べる、じゃあ食べます。食べよう、せっかくやけん。いただきます。いただきます。一口で。一口は怪我した。苦っ。めっちゃ苦い。苦っ。これこの球体にバニラアイスを入れるべきだしたね。うん、なんで、あ、でもプリンのカラメルって考えたら妥当な苦さ。それ、歯にガリガリってくるよ。歯が増えました。歯が増えました。噛み合わせがひっついて、ひっついて歯の、ね、高さが出たね、歯に。はい、はい。あ、バニラアイスにちょうどいいかと思います。味、苦さ的には。今度はこれに合うものと一緒に、そうね、綺麗なこんなのを作りたいと思います。とりあえずでも見せたいものは、はい、はい、できたんでよかったと思います。はい、バルーン飴でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、はい、はい。